睡眠の質や腸内環境への効果が期待されるガセリ菌 CP2305 株を100億個配合。朝日飲料より2024年9月3日から日本全国で発売したぐんぐんグルトアルファ快眠快腸ケア。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。よく振っていきたいと思います。開けていきたいと思います。ではいただきます。睡眠の質と腸内環境への効果が期待されるガセリ菌 CP2305 株を配合した乳製飲料です。ぐんぐんグルトならではのコクやまろやかさ、爽やかな味わいをごくごく楽しめる機能性表示食品で、心理的なストレスによる睡眠の質、眠りの深さや腸内環境が気になる方におすすめです。機能性表示食品、内容量は 500ml、 希望小売価格税別170円、税込み184円、清涼飲料水、販売地域は日本全国、届け出表示本品にはガセリ菌 CP2305 株が含まれています。ガセリ菌 CP205 株には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質、眠りの深さを高める機能、腸内環境を整える機能が報告されています。アレルゲンは乳成分、大豆。1日1本 500ml あたりエネルギーは 114kcal。 機能性寛容成分、1本あたりガセリ菌 CP2305 株100億個。1日摂取目安量は1本 500ml。 届け出番号 I996。 多量摂取により持病が良くなったり健康を増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。評価は5です。ぐんぐんグルートよりも甘さは抑えられているものの、飲みやすい味わいとなっておりました。ぐんぐんグルートの機能性表示食品っていったところですね。これで眠りの質、そして腸内環境がアップするという面では選択肢が広がったかなって感じはします。今まではこう冷蔵のものしかないイメージでしたけども、これペットボトルでもこう睡眠のね質を取れるものが出ると気軽に手に出しやすいんじゃないかなと思います。ぐんぐんグルトアルファ快眠快腸ケア、睡眠の質や腸内環境の効果が期待される商品となっております。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。では